テントウムシとか、テントウムシいますね、アブラバシとか来てくれて、ここにもテントウムシいますね、ここはね、もうピッチに虫全然つかなかったんですよ。まあ少し試験的なこともやったら、少しちょっと虫つきまして、ただこういうテントウムシとかが補ってくれてるっていう。まあ結局僕が足りなかった部分を、アブラムシとかついてしまったのを食べに来てくれて、例えばこれ大花で別に受粉でしか使わないですけど、ここにアブラムシがたくさんついてしまったのが、今これテントウムシの幼虫がたくさん食べてくれてると。アブラムシっていうのは人間に置き換えると蚊なんですよ。いろんな病原菌を媒介するっていうか、病気になりやすくなっちゃうんですけども、こういうふうにケアしてくれるんですね。だから共生してもらうのに、まあより自然に近づけるというか、まあ人工的にやってるんだけども、そこでも自然に近いやり方でやりたいなっていう感じですね。でここにテントウムシの父ちゃんがいる、母ちゃんかな。柔らかいと曲がるんですよ。自重でこういうふうにこうなって、こう曲がって、ズッキーニってイタリアのお野菜ですね。かぼちゃの仲間で、大きくもなるんですけど、かぼちゃっていうのは成熟したものを食べる、これは未成熟のものを柔らかいうちに食べるっていうのがズッキーニ。大体20センチぐらい、僕の手でこれで20センチですけど、このぐらいのサイズのものを食べる。まあ今じゃね、割と一般的でしょうけど、ズッキーニ美味しいですよね。なんで今まで日本でそんな食べなかったんですか。天ぷらも美味しいし、炒めても。で、うちのはね、生でカルパッチョなんかもおすすめしますけど、薄くスライスして。もう一つ黄色い方も混ぜたりしたり。あとね、ここのこう今収穫したここの汁、これ甘いんですよ。朝はね、人工授粉って言ってこう花を取るんですけど、口に加えながら手塞がってるんで、これ今咲いてないですけど、こう加えながらこうやってる時に、ここが下に開いたら甘っみたいな、これがズッキーニの成功か不成功かっていう、僕の中でも基準にしてますけど、この汁がね、これもだから舐めても、通常のズッキーニっていうのはここを舐めるとアクが、下がビリビリってするぐらいアクが出るんですけど、それがないんです。いわゆるこの前お話しした硝酸態窒素、肥料成分をきちんと旨味に変えてあげるっていう形になると、硝酸態窒素っていうのは僕らが感じるところのアクです。それが旨味に変わってるんで、アクがほとんどないっていう状態に育つと、それが健康的なお野菜なのかもしれませんねってうちでご提案していることです。舐めると甘いんですか。甘い。